じゃあこんにちは、はい、さあどこよりも早い今年の開幕オーダー予想ということで、はい、前回の阪神とオリックスを見ていない方はぜひ概要欄から飛んでいただければ見られますので、ぜひチェックしてください、はいはい、で今日は、広島カープとロッテの、はい予想です、はい、これ豊さんどうでした、こう選ぶときにちょっと苦労したとか。いや苦労したのはさ、まあ、広島がその4番候補なのか、うん、外国人2枚取ってるよね。そうですね、例の内野手っていう登録でね、うん、だからここら辺がまだ分かんないからさ、入れることができないんだよ。あ、いやだって打順どこら辺が適正かなっていうのも分からないしさ、そうです、ね、だから日本人でとりあえず組んでみたよ。おー、カープ、カープはね。でロッテは外とかも力は分かってるじゃない。そうですね、うん、だからポランコも残留したし、うん、だからそこら辺の力関係は分かってるから、うん、外国人は入ってるけどもね、はい、うんうん、やっぱり広島は分かんないよ、外国人の力量が。ですよね、キャンプとかオープン戦見ないと、うん、見ないと分かんない、うん、からない、ね、ただこの時点だから、はい、日本人だけでやってるけどもね。じゃあカープからいきましょう、はい、さあカープの今シーズンの開幕で一番を飾るのはセカンド菊池。おー、菊池選手1番、はい、2番ならなんでダメなのか。いやいや、2番かなと思って1番。いや1番タイプだよ。うん、2番には2番の役割を持ってる選手がちゃんといるから。なるほど、じゃあ1番に、まあ、菊池選手でなんとか塁に出てもらって、はいはい、ショート、はい、で2番は、まあ、ライトの野間選手、はい、昨シーズンまあ、ね、活躍というかしましたね。でやっぱり野間のスタイルっていうのはやっぱ出塁率っていうのを十分考えてて、昨年でも印象残ったのは3ボール1ストライクから、はい、やっぱランナーがいない時なんか待つよね、うん、1球待つ、うん、1球待ってフルカウントにしてそこから勝負行くとかさ、はい、まあ、ランナーがいる時はもう狙い球が来たら打つとかさ、うん、状況によって変えられる、やっぱり2番の適性が育ってきてるよね。そうか、だから、まあ、野間でいいかなっていうふうに思うよね、はい、さあ3番です。3番はショート小園。あ、小園選手が3番に。もうこれはね、小園を育てなきゃいかんよ、カープは。うん、小園がね、広島を背負っていけるような選手だから、はい、3番を任せるという、責任を持たせるという、まあ、昨シーズンはね、最初の方はずっと2軍だったので、はい、やっぱ今シーズンはもう開幕からもうずっとフルでいけるぐらい、まあそうだね、っていうことですよね、はいはい、気持ちを込めて、はい、さあ、4番です。4番はファースト、はい、末金。お、外野ではなくファースト。いやいやいや、もう外野手も飽和状態だから。まあ今はまあ で、ね、それとやっぱり使いたい選手もいるから。あ、だからまあ末金がやっぱホームランの打ち方とかね、はい、その対応の仕方っていうのが分かったっていう、うん、言ってから、あ、これは変なこと言ったから止まるかなと思ったら、うん、そこからも打ったからね、はい、だからやっぱ掴んでるんだろうなっていうね、うん、感じもしたし、やっぱずっと4番でカープは苦しんでるから、うん、まあ、そろそろこう誰かを育てなきゃいけない、まあ末金が成長してきたかなっていうふうに思うと、まあ適任だというふうに、で我慢するかなっていうふうに新井監督だったので、まあそういうところで末金を4番、まあ将来のね、もちろん4番候補ですし、まあ将来っつってももうある程度年だからな、社会人経験して。そっか、じゃあもうだからもう本当に今年1年もう勝負しにゃうや、その期待も込めての、もちろんもちろん4番末金選手、はいはい、5番です。5番はキャッチャー坂倉。おお、はい、坂倉選手5番、まあ、今年はね、まあ、昨年のキャッチャーである程度の経験をし、うん、アンダーでもね、はい、経験をし、まあ、自信もつけてキャッチャーに対しての余裕が少し生まれたと思うんだよ、うん、だからバッティングの方も今年は、はい、まあ、昨年以上の、うん、まあ、昨年はあんまり良くなかったからね、うん、まあ、期待を込めて5番。おー、5番に坂倉選手、はい、6番です。6番はセンター秋山、うん、秋山選手、はい、うん、まあ上位を打たしてもいいんだけども、はい、成長させたい人間もいるし、まあ、秋山の力というのが多少落ちてるかなっていうような感じがするんだよね、本来の時よりかはってこと、ね、本来の時よりもね、だからまあ少しポジション的にはそのベテランの域に入ってきて、やっぱ勝負どころでやってほしいっていうことがね、まああるよね。そっか、だから今までだとね、3番だったりしたものも、はい、やっぱり3番、4番で育てなきゃいけない選手が出てきてるっていうのもあるんですね、はい、で6番秋山選手、はい、7番田村。おお、まあこれはもう西川遥輝の代わり、はい、はい、西川龍馬、
間違いもないよな。そうなんですよ、西川亮選手と春樹選手、はいはい、の代役という、はい、でまあ、素質も十分だし魅力的な選手だし、はい、まあ、新井監督だったら我慢して使おうかなっていうようなね、うんうんうん、まあ、そんな気もするし、はい、だから将来的にはその小園と2人でカープを引っ張っていくような選手になる資質があるなっていうことは俺は思ってるんだよね、はい、うん、だから田村、田村選手、はい、8番です。8番サード上本。おお、サードで上本選手、はい、はいはい、まあ、外国人が入ってくるかもわかんないよ、うん、はい、そうしたら打順がこう変わってくるかもわかんないけど、うん、上本っていうのはやっぱ超できるよね、うん、いろんなことができるから、はい、粘ってフォアボールでピッチャーにつらいだりだとか、うん、はい、まあ、そういうことができるかなっていうふうに思って、うん、上本、うん、はい、これ堂林選手とか入ってこなかったってやっぱ若手にチャンスというか若手の成長、うん、まあそうだな、ね、堂林はどちらかというと怪我人疲れが出た、うん、まあ、そういった時にいろんなところができるから、うん、まあ、埋めてほしい選手だし、はい、やっぱ代打の切り札としてね、うん、置いておきたい選手かなっていうふうには思うよね。なるほど。さあ、そして開幕の先発ピッチャーです。森下。おお、森下投手、はい、はい、まあ、昨年はね手術があったりとかしてちょっと出遅れたけども、まあ、今年の場合は万全で来ると思うんだよね、開幕に、うん、はい、でやっぱ森下がもうそろそろエースというふうに言われなきゃいけないし、まあ、それだけの風格もあるしね、もちろん、はい、うん、だから森下がやってほしいなという、ね、うーん、期待を込めて、期待を込めて、はい、さあパリーグロッテいきましょう、はい、ロッテ1番はセンター藤原、はい、うんうん、まあ、ここはもう本当にもうレギュラーとして定着しなきゃダメだよ。本来そうですね。で昨年もね春先めちゃくちゃ良かったんだよ、はい、素晴らしいバッティング、まあ、それが彼本来のスタイルだと思うんだよね、うん、でもやっぱこう体力的なものなのかバランス的なものなのか崩してだん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 加工していったけども、はい、やっぱ今年はやっぱ続けてほしいなという、うん、まあ、期待も込めて1番、はい、1番藤原選手、はい、2番です。2番はサード、うん、中村。セカンド中村翔吾選手ではなくて、うん、もう年齢的にやっぱセンターラインっていうよりも、はい、俺ね、まあ、昨年の不調っていうのはある程度その守備への負担というかさ、そういうこともあったような気がするんだよね、はい、だからそういう意味ではサードでもう一度やっぱ中村には打ってほしいという、はい、ことを期待してる。そして2番なんですね。これは何でもできるということ、バントもうまいし右打ちうまいし、はい、だからそういう役割を与えた方が3番というこうポイントゲッターになるということよりもチャンスメイクをしていくっていう方がなんか彼には合ってるような気がするんだよね。これ中村選手もしこうなるの、まあ、それとやっぱ外を取った関係で、そのクリーンアップから外れてもいいというね、はい、そういうことを考えるとやっぱり2番に置いときたい選手だよね、うん、やっぱ頭のいい選手だし。そうですね、うん、じゃあこの予想だけで見ると本当に今シーズン中村選手はすごくターニングポイントというか、いやだからまあ昨年ね、うん、本当にあの悪くて、うん、あの地位に行ったから2位というね、うん、まあだけど、まあ、中村が良かったらどうだったんだろうなっていうようなね気もする時があるし、はい、だけどやっぱバッティングのスタイルから見るとホームランバッターでもないし中距離ヒッターでもないし、うん、まあ、どちらかというとアバレージヒッターなんだよね。なるほど、はい、うん、だから、まあ、そういう意味ではその2番でチャンスメイクをする、広げていく、やっぱつないでほしい、うん、まあ、そういう願いも込めて2番、2番です。サードでコンバートで、コンバートですね、はい、さあ3番です。3番は補強した外ファースト、はい、ファースト、はい、まあ、これでやっとねファーストの守備で困らなくなるなっていうような感じがする。打ってはようやく、まあ、外はその動きはね、はい、そんなには良くないけどでも取れる範囲っていうのは上手い選手だから、はい、まあ、バッティングがちょっとね DeNA の時に好不調の波がすごく激しかったから、うん、まあ、ここら辺をホームランを取った、うん、まあ、2年連続で取ったそういう年ぐらいに打ってくれると面白いよね。そうですね、そのぐらいの活躍してくれるとね、うん、いいですよね、はい、そしたら4番です。まあ、DH ポランコ、うん、ここは変わらずですね。そうだね、はい、まあ、昨年の実績もあるしホームランを取ったっていうこともあるしね、まあ、4番でいいのかなっていう感じがする、ね、うん、そうですね、はい、5番です。5番はレフト山口、山口選手、うん、でレフト、うん、だからやっぱり育てたいよね山口は、魅力あるし、うん、はい、でパンチ力あるしね、うん、
だからホームランだけではなくて野球ってホームラン魅力はあるんだけども、はい、まあ、別の魅力も見つけてほしいなというね。別の魅力も、まあ、例えばこう勝負どころで反対方向に打ってって一塁ランナーがチョークホームインしたとかさ、はい、なんかそういうことも考えながら野球をやっていくと、彼の中でやっぱホームランの意識っていうのものすごい高いと思うんだよね、うん、まあ、それは悪いことではないけども、はい、現実的ではない、うん、まだね、はい、だからそういうことも勉強して真のクリーンナップになってほしいなって、うん、まあ、願いも込めてるんだよね。なるほど。でレフトがってことですか。山口ね。山口選手、はい、まあ、昨年はファーストとかもやったけど、うん、はい、ちょっと守備は見てられなかったな、はい、内野は、うん、そうかそうか。で藤原選手がいわゆるライトでってことになるんですか。藤原センターだよ。あ、センターか、うん、あ、そっかそっか。でレフトが山口、山口選手か、はい、そっか、うん、で次が6番がセカンドの藤岡。ああ、藤岡選手、はい、はい、まあ、中村の代わりに藤岡で、藤岡のバッティングが変わった、はい、昨年、うん、ものすごく成長した、へー、良くなった、うん、だから藤岡を6番に置きたいなっていう、はい、まあ、2番は本来置いてたんだけど、はい、じゃあ中村と藤岡と2番どっちが適性あるかというと中村の方があるな、うん、あ、その状況状況によってのバッティングができるのが中村、うんうん、で6番というのは自由に打てるから、はい、ある程度、うん、だから自由を与えた方が藤岡にはいいかなっていう。なるほど、うん、で7番が7番がライト荻野。荻野選手ライト、はい、はい、まあ、守備力も含めて、うん、やっぱここら辺でちょっとベテランをかましておきたいなみたいな。あ、で足も使えますし、まあ、足も使えるけどあんまり期待はしない方がいい。そうですね、怪我につながっちゃう、ね、あのスピードはあるけどね、はい、だからまあそんなに過度に使うようなところには置かないで、はい、できるだけ持たすというシーズン、はい、うん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 、まだまだ大きいのはねできると思うし。そうですよね、はい、8番キャッチャー松川。お、開幕かぶりますか。それかぶるでしょ、はい、お前誰が来るか分かる。あ、そうだ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 そうです、ね、お前止めれるの誰だよお前。松川選手です。そうでしょ、しか止めらんないです。そうでしょ、はい、だから松川だよね、はい、はい、で、9番9番ショート友杉。おお、友杉選手、はい、本来であれば、はい、やっぱ上位を打たしたい、この彼の持ってる足っていうのはものすごい魅力だけどさ、はい、まあ、だけどそのやっぱバッティングがね、やっぱ出塁率っていうことを考えるとまだまだね低いし、うん、ここら辺で経験してシーズン途中でも 1,2 番を打てるようなポンと上がっていけるような成長を見せてくれると、まあ面白いなっていうふうには思うね、まあ、ここに安田選手とか高部選手を入れなかったっていうのはそれは、まあ、高部は怪我の状況がちょっと見えてこないっていうこの時点だから。そうか、あ、まあそうですね。どういう、全然情報も入ってこないわけだ。確かにそうですよね。安田はね、春先あんまり良くないんで、大体オールスター明けぐらいから実力発揮してくるから。そのあたりから。だから実力はあるんだよ、うん、まあ、だけど結果として率としてっていうようなね、はい、そういうことを考えると、どうなんだろうなっていうね。そっか、まずそこは今の時点ではちょっと未知数ですね、春先のことを考えると、はいはい、で、開幕先発がもう佐々木朗希しかいないです。そうですね、もうこれ松川選手がそこにいる時点でもそうですし、まあ、まあ松川って言った時点で佐々木でまあそうですね、そう、うん、まあここそうですねっていう感じですけれども、はいはい、まあね、カープに関しては外国人選手の働きをまだ見てないので。そうだね、なんとも言えない。まあ入れなかったけどもね、うん、まあロッテの方はやっぱ外とかポランコとかね、はい、まあ日本でもしっかり見てるし、うん、日本の野球に慣れてるから、はい、まあ入れることができたけどもね、はい、はい、分かりました。じゃあ皆さんが考えるね、その広島ロッテのもし開幕オーダー予想あればぜひコメント欄に書いていただきたいですし、はい、次の動画では、DeNA そしてソフトバンクを、はい、開幕オーダー予想見ていきます。